今日お披露目されたのは最新型のジビエカー。ジビエカーとは、猟で得た野生のイノシシやシカなどをその場で解体、冷蔵して運搬できる車のこと。2018年に日本ジビエ振興協会などが開発し、今回その最新型が全国で初めて県内でお披露目されました。捕獲された動物はこのように吊るされて洗浄、血抜きされた後、こちらの部屋で解体作業が行われます。そして最後の部屋へ移って冷蔵保存されるということです。動物の洗浄から解体まで吊るしたまま行われるため、肉が床につくことがなく衛生的だということです。最新型は性能はそのままに、サイズをコンパクトにして値段も半額以下に抑えています。処理施設が今のままだと老朽化で作り変えたりってことをしなきゃいけないときに、車で処理施設って形でいろんな使い方があるかなってふうに思ってます。捕獲した場所から処理場に移動する間に肉が腐ってしまい、食用になるのは全国でおよそ 10% しかないそうで、協会ではジビエカーを使って廃棄される量を減らすことができればと考えています。このジビエカーは今年度実証実験を行い、来年度本格的に導入されるということです。